水野明子は日本のフリーアナウンサーアマチュアの落語家。1981年から1991年3月31日までは大阪テレビタレントビューローに所属しながら毎日放送との間でアナウンサーとしての専属契約を締結。1991年4月1日付で MBS に正社員で入社してからは2018年12月31日に 定年で退職するまで、アナウンサーとして勤務していた。大阪府生まれ滋賀県育ち滋賀県草津市の出身で、滋賀県立ゼゼ高等学校から、神戸市外国語大学へ進学した。大学卒業後の1981年4月に、大阪テレビタレントビューローと契約。MBS 専属のアナウンサーとして、同局の番組へ出演した後に、1991年4月に、 専門職の社員として入社した。水野以前にも佐々木美恵が同様の経緯で同社の正社員になっている。アナウンサーを志したのは小学4年生からで伏せ明らに仕事で会えるという理由で学生時代には音楽番組の司会を目指していた。MBS のアナウンサーになったきっかけは大学への在学中に MBS のアナウンサーだった墨淳一がパーソナリティを務める MBS ラジオの音楽性ワイド番組のアシスタントを選ぶオーディションへ参加したことにある。水野が船歌をお箱にしていることを角に伝えたところ、角から目の前で歌うように勧められた。ところが突然の勧めで頭が真っ白になったという水野は船歌を歌えないまま角の前で号泣。これに対して、 角は、タレントというより、アナウンサーに向いているという言葉で水野を慰めたという。結局、水野はアシスタントに採用されなかったものの、オーディションから半年後に、MBS との間で、アナウンサーとしての専属契約を締結。隅純一が当時同社のアナウンサーだったことから、角の部下になった。大阪テレビタレントビューローへの在籍中から、諸口明のイブニングレーダーへ出演。 後継番組の情報ラジオスパイス。MBS ニュースワイドアングルでも長年パーソナリティやアシスタントを務めた。2005年4月の番組改編で上記番組の放送枠が平日の早朝に移動したのを機に冠番組早耳ラジオ。水野明子ですでメインパーソナリティを担当。2008年3月に同番組が終了すると同年4月から 平日夜間に放送を開始した MBS ニュースレーダーで金曜日でもパーソナリティを務めた。その一方で、諸口明のイブニングレーダー時代から毎日新聞社の近藤勝重と番組でたびたび共演。MBS ラジオで早耳ラジオ、水野明子です以降に出演の生放送番組では2012年度のプロ野球オフ期間を除いて 2014年3月27日まで、近藤勝茂による、ラジオコラム、幸せの雑学で聞き手を務めていた。MBS テレビの深夜番組、シネマチップスで、当時の後輩アナウンサーの三上知恵と映画批評を展開するほど、映画に対する造形も深い。同番組の終了後も、アナウンサーや管理職としての仕事の傍ら、 大阪毎日文化センターで水野明子のシネマトークと題した講義を担当していた。テレビ番組については前日のシネマチップスのほか平日の午前中に放送されていた大阪株式市況関連の番組で長らくキャスターを担当。毎日放送アナウンサー室の企画によるアドリブランドへ出演する機会も多かったがラジオ報道部が制作する生放送番組を 担当する機会が増えるにつれて、登場の頻度は減っていた。現に、2007年10月15日放送の、チチンプイプイの、今日のポン。コーナーに、MBS ラジオが、聴取率調査週間に合わせて設定する、スペシャルウィークの PR で、ラジオパーソナリティの一人として出演するまでは、ほぼ6年間、MBS ニュース以外出演していなかった。 その後も出演番組を事実上、ラジオ番組に限っていたが、角が2017年10月6日から、シチンプイプイの金曜日に、もう興奮させんといてのパネラーとして、レギュラー出演を再開したことを受けて、同日放送の、もう興奮させんといてに、プレゼンターの一人として、テレビ番組へ久々に出演した。2009年10月から2012年9月までは、MBS ニュースレーダーの、 後継番組、レイディオルズ・タネ・マキ・ジャーナルで、月から水曜日と金曜日のメインキャスターを担当。2012年10月以降は、ラジオ報道部が制作する、報道する、ラジオをはじめ、MBS ラジオの複数の番組でパーソナリティを、務めていた。このように、専属契約アナウンサー時代の1981年から37年間に、わたって、ラジオ報道部制作の生愛ド番組に、 出演してきたが、2018年の誕生日で毎日、放送の定年に到達。このため、報道するラジオの終了を機に、MBS ラジオの生放送番組や、ラジオ報道部制作の報道番組から優退した。報道するラジオ最終回当日の、MBS マンデースペシャルでは、水野明子が振り返るラジオと報道の37年を放送。その一方で、 レギュラーを務める収録番組には2018年の4月改編以降も引き続き出演している。その一方で音楽番組の司会という学生時代の目標も定年2年前の2016年4月から野村刑事の夏メロジュークボックスで野村刑事のパートナーを務めることによって達成された。かつての上司だった野村からの指名による起用だったが、 上記のように報道番組の担当が長かった水野は当初指名を誇示していた。しかし当時亡くなったばかりで生前音楽と無縁と思われていたジップの遺品から偶然地球間側のカセットテープを発見。この一件が縁で後に指名を受諾するとレギュラーではテレビラジオを通じても初めての音楽番組ながら 2019年3月29日深夜放送分まで3年間にわたってパートナーを務めた。2018年12月31日に毎日放送を定年退職。この退職によって専属契約期間を経て毎日放送へ入社した現役のアナウンサーが同局から姿を消した。毎日放送アナウンサーとしての最終出演番組は 定年の当日に MBS ラジオで放送された弁護士の放課後ほなコこー。ちなみに毎日放送アナウンサー室が制作するテレビ番組のうちアドリブランドには専属契約アナウンサー時代から随時登場していた。2018年7月からレギュラー放送を開始したことのはずかんについてはアナウンサー室全体で取り組む企画に参加していたものの定年で退職するまで 出演の機会がなかった。その一方で、同年夏には、野村刑事の夏メロジュークボックスなどの番組で追事、共演している大山晋介からの勧めによって、1ヶ月間の休暇を取得した上で、北海道でのちょっと暮らしを体験した。定年退職後の2019年1月以降は、フリーアナウンサーやアマチュアの落語家として活動。 定年退職時点でのレギュラー番組への出演や、水野明子のシネマトークの講師を続ける一方で、落語やドキュメンタリー朗読などへ本格的に取り組むほか、2019年4月からは、大阪毎日文化センターで、心の朗読トークの講師も務める。いずれも毎日放送のアナウンサー時代ラジオいずれも、MBS ラジオが制作毎日放送アナウンサー。 時代ラジオ以上はいずれも在職中に存在していたラジオ報道部制作の生放送番組テレビフリーアナウンサーへの転身後ラジオありがとうございます